第300回トイック公開テストの結果、二日酔いで受けてましたね。はい、マジで聞き逃すね、まあ、難しくはなってるよね。ではいきます。300回記念大会の結果は、ここで始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、第300回トイック公開テストの結果見ていきたいと思いますね。まあ8月ですね。もうさ、トイック多すぎて感覚が狂っちゃうよね。10月2回あるしさ、もういつがいつだか分かんなくなっちゃう感じですけど、もう9月終わってんのにね。はい、8月の結果やってまいりましたので、そちら見ていきたいと思います。はい、第300回大会ですね。だから300回記念大会だったわけなんですが、どうだったのか見ていきたいと思います。まあね、今その8月の動画見たらさ、二日酔いで受けてましたね。はい、二日酔いで気持ち悪いってなりながら、はい、受けた回の結果どうなったのか見ていきたいと思いますね。またね、バトルをしたね、試験官と2回連続で同じ試験会場だったっていうね、はい、そういうミラクルが起こってね。で、1回目バトルした時はね、帽子取ってくださいって言って帽子取らなかったんですけど、2回目の時はですね、絶対取れって言って取ったんですけど、この間9月の受験で帽子かぶってても何も言われませんでした。はい、本当なんですか、トイックどっちなんですか、帽子かぶってちゃいけないんですか、ダメなんですか、ダメなんですか、いいんですか、はっきりお願いしますっていう形で、はい、では行きたいと思います。はい、だからね、その受けた時に、そうだ、パート7でトイレに行ってんですよ。でパート5、6でもう本当はもう気持ち悪くてやばい状況で、そうですね、このリーディングパートで。でも早く手を挙げて、そう、リスニング出てっちゃいけないですから、もう頭回んなくても、リスニングはもう意地でやると。で、5、6はもうフラフラで、本当はトイレ行きたいんだけど、フラフラな状況で全然向いてくれなくて、で、パート7の最初の問題読みまくって何度読んでも頭に入らなくて、で、こっちようやく見たから、はい、行くって言ってトイレ行って、で、戻ってって解いたっていう回ですね。まあ、前、取ってはいるんでね、二日酔いで、2回ぐらい満点取ってると思いますね。1回は全然ダメだったんだよね。もう完全に吐きまくって、会場で吐きまくったとか言っちゃいけないけど、はい。あの時、でも、会場で吐きまくった時も、リスニングは確か満点だったんですよ、その時も。こうね、こう、ってね、一回聞いては頭をこうやってやって、別室で受験したんですけど。さあ、そんな中、どうだったのか見てみましょう。もう100回記念も終わったので、これ取れれば、101回目ですね。はい。僕は死にましぇん。はい。誰がわかるようになってるんですね。はい。では行きます。今、武田鉄矢ですね。はい。どうなったのか。いやー、気になりますね。うわー。バイトの通り CM ですね。はい、基本のやつ出ましたね。はい、と500プラスが出ましたね。で、スコアの見方出ておりますので、さあ行きましょう。はい、では行きます。300回記念大会の結果はこうなったんぜよ。こう満点ですね。はい。495、495満点取りましたので、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、二日酔いでの満点3回目ぐらいかな。ということで、二日酔いでも、当時満点は取れるということですね。ちょっともう写真がね、こうニュージーランドで撮った時のやつだからサイズが違うんで、実は。はい、そうそうそう。だってこの時さ、100回目撮れてるか分かんない状況で受けてるからね。だからこれが100回目の写真になったらちょっと嫌だなと思ってたんですけど、サイズ違うから。はい、ということで、二日酔いでも満点取れましたね。おお、すごい。あの気持ち悪い中で一体どれだけね、正答率取れたのかちょっとね、見てみたいと思います。はい、では、リスニングのアビリティーズメジャードですね。はい、正答率、こちら。え、全部取れてない？ 100、100、100、100。二日酔いで受けたのに、リスニング全問正解してる。すっげえ。びっくり。マジで？パート3、4とか聞き逃してなかった？結構難かったって感想言ってなかったっけ？びっくりしたんだけど。マジ？ほら、意外や意外。取れちゃいましたよ。続いて、リーディング。こう！あ、これはダメですね。減ってますね。100、100、97、96、100。ああ、おそらく一問ミスですね。この97と96のところが同じ問題で、文脈を使った語彙問題。この複数の照らし合わせで答えを出す語彙問題でしょうね。わかんない。パート6かもしんないし、もしかしたらパート7かな。6だったらあの問題かな。うん、悩んだのあったもんね。はい。まあ何はともあれですね。びっくりした。取れたよ。満点。取れた。ビビった。取れちゃうんだね。はい。
日酔いでも結論やっぱり二日酔いでも満点は取れる。まあありがとうございます、本当にこんなに皆様の応援のおかげで。あ、10月19日トーイックの日ですね。なんか模試とかあるんだよね。何曜だろう、月曜、月曜にあんの。月曜じゃなんか生配信とかで一緒に解くとかできないよね。そっか、月曜日か。まあ、やっぱりこのトイック受けて感想としては、まあ、難しくはなってるよね。はい。レベルが上がってるっていうのはすごい、まあいつも言われることですけど、思いますんで、なんで二日酔いでもじゃあ取れるんだと、満点。そんな難くなってるものも。やっぱね、経験値っす。もう前回もその前々回もそうだったんですけど、マジで聞き逃すね。まあ結構おっちょこちょいな性格と、あと考え事して別のこと考えちゃうことが多くて、正直そうですね、最近考え事することも多くなってて、うん、その別のこといっぱい考えちゃってる回だったんですよ。まあ8月の27日も一番苦しんでる時だね。8月1日も休んでなくて、仕事1日も休んでなくて、で、まあ他にもいろんなトラブルが重なったんですよ。プライベートも仕事も。で、すごく苦しんでる時で、もういろんなこと考えなきゃいけなくて、別のこととかも考えちゃうし、二日酔いでしょ。それですっ飛ぶんだけど、でも正解できる。それやっぱ今までこういう風になってる、あ、このパターンでこう来たらこうなるなっていうのが分かってるからなんですよね。それで、だからリスニングで聞き逃しても解けるし、で、リーディングの方も、あ、やべえ、できねえってなっても、今までの経験上、あ、こう来てこうだから、このパターンだったらこれが正解になるはずだ。でいけるんですよ。僕選択肢の時点でこれが正解なんじゃないかなっていう風にもう疑ってかかるんですね。で、まあ前に選択肢だけでどれだけ正解できるかっていうのも企画でやったことありますけど、かなりの正答率なんですよ。やっぱそれは経験値があるから、このパターンだったらこれが正解になるって言って、それがまあ外れることもありますよ。外れることもあるけど結構当たるんですね。結構当たるんで、だから答えこれだろう、いつものパターンだったら、だからそれを探しに行こうって言って、それで正解するみたいな感じ。え、そんなこと言ったって外れたら意味ないじゃないですかって思うかもしれないですけど、いいんですよ、外れても。外れたら外れたら記憶にめっちゃ残ります。文章の内容とか選択肢の内容すごく記憶に残るので、それはそれで新しいパターンとしてね、記憶に残るんですよ。あ、こういうパターンもあるのかっていうね、ストックされます。で、またそれが、だから経験が積み重なっていって、取れるっていう感じなわけですよ。はい。いやー、よかった。はい、ぜひですね。はい、あ、そう、メンバーシップレベル2では、はい、私の授業見れますんで、普段皆さんがね、いろんな勉強していろんなバックグラウンドがあると思いますけど、こういう風にトイックではやるんだよとか、トイックってこういうパターンが出題されるんだよなんていうのが、まあ最新の傾向ですね。見ることできますので、はい。ぜひそちら入っていただければと思います。はい。その他ですね、ベーシスだったりとか、武田ジョギングリッシュだったりとかやっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. やったぜ！撮ったよ！びっくりしたよ。撮れると思ってなかったわ。驚き。だって、できた感とかさ、ああいうのないんだもん、何にも。気持ち悪くて。できちゃうもんですね。